もうどう体調は？かなりいいですね。食べ物もちゃんと普通通りというか、量はちょっと減らしてますけど。あ、でももう硬いもんというか、普通にお粥じゃなくて白米、うん、あ、そうです、そうです。あ、すごい復活やね、うん、ありがとうございます。もう心配をおかけしました。いや素晴らしい、ほんま。あの病院の時もな、めっちゃリハビリしてな痛いのにな。でもリハビリ、喋るリハビリでしたよね。あ、そうやな。もう喋りと笑いのリハビリでしたね。笑いのリハビリでしたね。あれでも動画撮ってほしかった。俺がなんか喋ってハーって押さえてる感じとか、ね、でも大根でもね、普通に食べるようになったら体力も戻るからさ。うんうん。なんで結構もうセッションとかもしてんの？いや、セッションは全然してないですね。あ、でもまだ緊急事態宣言やったもんね。今でこそ解除されたけど、ディナーショーはあったんですけど、うんうんうん、あの結構フュージョンでガシガシやるようなセッションはやったりしてないですね。あ、ほんま。一緒に会った時はね、もうガイーなずっとガイーで、で俺さ、もうすぐさ早めにな、マックスやねん。もうこれがガーンって盛り上がってんの、そっからもなんか。ってよういっぱいするやつ出てくるなと思ってさ、いやほんま。で俺は汚いんだけど、自分がマックスやとこっから盛り上げられへんやん。だから一回カーンってとちっちゃいの入れんねん、これ。でもう一回やると盛り上がるすごいな。もうな、そういう汚い技いっぱい知っててさ、すごい豆知識、ドラマーにはもう必要な。薬だか、薬だね。あんまり言うとこ、これ。ほんまに。弟子は言うてねえよね。ほんまに。あとはもう、ほんとは辛いものとかも大丈夫やろ、食べるの。辛いのは、この前、あの、神楽南蛮っていう、青唐辛子っていうんですか？あ、辛子だね。そう、あの、新潟の長岡市っていうところが結構有名なんですけど。あ、ほんま。これを、なんだ、炒めて、味噌に絡めて、今食べるようなのがあるんですけど。あ、なんかめっちゃうまそう。これをね、自分で作ってみたんですよ。おうおうおう。まあ、相当辛かったんですけど、うん、それも結構食べて。あ、ほんで、お腹も大丈夫。大丈夫でした。もう大丈夫だよね。量やね。うんうん、そうですね。だから量少なく1日5回ぐらいに分けたりとかしてんの？うん、そうです。5回までいかないですけど、うんうん、こまごまと食べてますね。ああ、な、それがええな。うんうん。ガイーな、ずっとガイーで。で、俺さ、そっからもなんか、って言う。そっからもなんか、って言う。